だよ。話してよかった。でも電波悪くても、うん、映ってないみたいな。私のなんだあのアイサ側の動画映像と声は聞こえてるけど、私があの真っ暗だよみたいな人もいましたけど、電波悪くて。そうじゃなくてよかった。こんばんは。ジェミロ見た、ありがとうございます。見てください、皆さん。テロップに書いとこう。ジェミロメロメロあれ、ジェもう流れてるの知らなくて、えってなったんですけど、ツイッターでね、あのみなしゃりさんハッシュタグつけて、その見てくれてる人いたじゃん。からまあ聞いてみたら、聞いてみたところによると、世界に配信されたらしいすげえサイトで世界配信が今日4回なんか流れるのがあったらしくて、それをまだ見逃し配信でツイッターにリンクを載せたんですけども、見逃し配信で見ることができますよみたいな、あの字幕が英語なんですけど、英語バージョンで見れるよみたいな感じで、で字幕が日本語になった、日本語というか国内放送は BS プレミアム3月18日の2時半深夜に流れるらしいです国内は今週の金曜深夜今週の金曜深夜放送です。今は世界配信したやつを見逃し配信で見れるよみたいな感じだそうです。見てください。見てない方は今すぐ無料で見れちゃうので。5番ありがとう。見た、めちゃ見た、めちゃ見たねえ、私も見ましたよ。初訪問ありがとう。めっちゃ前でもないけど、別に収録したのは早く見てほしいなと思っておりましたいつだ、あ、まあ1ヶ月前ぐらいか。ああちょうど1ヶ月ぐらいかぐらいに撮りました。こんばんは。世界配信されたので、拡散よろしくお願いします。見て拡散してね。す
そう、明治さんの歌番組。こんばんは。J メロっていう明治さんの歌番組で、花は誰のものと息をする心2曲、なんとフルサイズ、フルバージョン、フル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 尺で披露させていただきました。どっちも、花は誰のものも息をする心も。花は誰のものもフルで歌った番組、歌番組はまないので2回目か3回目かぐらいじゃない、いっぱい歌番組出ましたけど、フルってやるのはなかなかないので、2番というかいつも映らないところで映りました、最後のララ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 ラ、めっちゃ跳ねてるところとか、サラピからの愛さとか、普段映らないとこも映ったのでしっかり見てください。そうして、息をする心初です。そう、初披露、初踊り初息をする心はアンピーのところで、そう、出演させてもらって大感謝、舞台期間だったので、はい、泣いて喜んでください皆さんなかなか出れない、もう出れないよね歌番組って思ってたけど、歌うことができましたので喜んでください。こんばんは。まあ意外とこう見つけようとしてくれたら映ってる意外とね、しっかりソロみたいな映ってるとこもあるけど、ちゃんと見つけようとしてくれたらね、こう抜きで映ってるみたいな時ところもあります。息をする心はなんか真ん中ら辺にいるので、この千本のが歌ってる越しに息をができる映ったりしてます。白い人です。白と黒の人いますけど、白い人、前髪上げてる白い人です。まだ見てない人は今すぐ見てください。そして拡散してください。世界デビューおめでとうございます。ありがとうございます。Hello everyone、 息をする心、花は誰のもの英語喋れるようになったかと、やばい、トトイありがとう、ギフトありがとう、ワンワン初訪問もありがとう。映らないときは画面に誰もいないように見える、ウケるウケる、あ、自己紹介とか、そう、もう一人ずつ自己紹介のところとかもありまして、ありがとうございます。詰め込みました、いろいろと。また見てね、いっぱい見て、ね、
起をする心は、あの2番の2番のなんか歌わりのところで一人ずつ来るんやけど、リンコちゃん、サラピー、誰だっけ、アリサ、バーンって来るんですけど、そこであのアリサのとこ時でこう引きでね、引きでこう一人ずつやってくんやけど、アリサだけドゥンってうんうんうんでビュンって一番寄ってくるところ、息をしようっていうところは見どころです。2番見てね。そう、普通にそうなってると知らなくて、リハーサルの映像を見て知るんやけど、そういうのってどこで映ってたとか、どのカメラを 見たらいいんだとか、そこで知ってなんか笑われた。アイさん時だけめっちゃドアップで来るから、いろんな人に笑われたよ、生きようしよう。そう、鏡だからです。ギフトありがとうございます。2回あったね。最後ラストサビ、サビの途中どっかどこだったかな、サビの途中で抜かれて、こう、うーん、いや、どこだったかな、忘れましたけど、こんな感じです。こんばんは。初訪問ありがとうございます。そう、字幕英語。英語です。フォローしました。ありがとう、ジュリックマさん。ダンス、アナザイと比べてどっちの方が難しいかと言われると、別にね難しくはないんですけども、なんでしょう、あの今回も振り付けはクリエイトボイスさんなので、花誰も息をする心も、そう振り付け同じなんですけど、うーん、息をする心はあれだあれだあの選抜じゃないので、今回はあの自分で動画を見て振り入れとかはなくて、自分に動画を見て覚えたんやけど、最初のイントロのダンス、みんな違うことやってるんやけど、4種類ぐらいダンスあってってなって、動画を初めて見た瞬間、ああそういうパターンねってなって一回閉じたけどね。そう、一回動画を再生してみて、チュチュチュルチュチュチュルチュチュチュルチュチュで、あの歌が始まるまでのイントロのダンスみんな違うことやってんやん、全然見えんやんってなって一回閉じたけど、まあそこを覚えたらあとは優雅に、感じでやれば
いい曲でした。感想、いい曲でした。今回もフォローしました。ありがとう。番組で映るのが嬉しいね。ね、本当にもう歌番組出れないと思っていましたので、この機会をたくさん喜んで次も出してくださいみたいな気持ちで皆さん拡散してくれたらとても嬉しいです。頼むよね。なかなか花は誰のものと一緒に2曲披露できるではないと思いますので、よろしくお願いします。S は右手が上、敬礼がこうなって、左手はこうなって、いろいろあるからね、難しい。 S、 息をする心の S はこう、無謀、無謀とかはこう、 SDU って言われないと分かんない。これも S って言われないと分かんない。自分で覚えたときは分かんなかった。こんばんは、ギフトありがとうございます。花は誰のものは、そう、あれですね、表現力の方が難しいので、もうさすがに自分のものになりましたけど、最初の歌番組の時とかは、そう、顔の表情、イメージをまずイメージから説明されていただいてて、どういうあれで振りを作ったのかっていうのをもらってみて、そう、愛はやがて踏みにじられるの、このこの手の引き方とかをそういっぱいね指摘をしてもろてって感じで、そこのダンスの難しさというか表現力やな、この花は誰のものっていう壮大なメッセージを世界に届けないといけないので、この顔の表情を含め表現力の方が難しい。まあ息をする心はそんな、なんだろう、ハッピーな曲なので、こんな感じじゃない、みたいな、そっちの方が難しいよね。という感じでございます。
フォローしました。ありがとう。グローバル、グローバルに、ね、拡散してください。グローバルに拡散お願いします。初訪問ありがとう。右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとう、こんばんは。いい位置でバッチリ映り込んでます。息、ありがとうございます。ありがとうございます。息、誰が好きになると知らぬ間に微笑む。初訪問ありがとう。なんかめっちゃ当たり前やろみたいな歌詞やけど、そりゃそうやろみたいな、吸って吐いてとか息をね、当たり前やんみたいな歌詞やけど、なんかね、そう、なんだ、そう、なんだ、落ち込んだ時に聞くとそれが刺さるね。涙ポロリだねみたいな感じの曲になっております。多分ポジティブな時に聞いたら、なんか当たり前やないかなみたいな感じだけど、ゾーンに入った瞬間に聞くと多分ね、涙ポロリソングです。こんばんは。息をする心と悔しいような MV を交互に見てるのはなんで。なんでやねん。発送メール来た。お、明日フラゲ日だからか。フラゲ日だ。海の色を知ってるか。海の色を知ってるか。青やろ。海の色は青やろ。ギフトありがとうございます。星1、ギフトありがとうございます。リクワは何があるか楽しみやね。楽しみにしていてください。怖っ、ホラー的な。ホラーじゃない、普通に息を吸って、普通に吐いている、好きだ、声に出してみる、君が
好きだっていう、もうシンプルな歌詞ですね。ぜひ見て、いっぱい見て、拡散して感想をよろしくお願いします。教えてね。見て側の女神様うん、神、あー、そうやね、息をする心はこっち、なんて言うんだ、神手、鼻だれは左です、あ、違う、右です鼻だれは下手だ、担当だけど、あっちに、こっちに行くことはないけど、息をする心はこっちだったね。安否ポジション、ありがとう。Gメロは今はあれですあれですツイッター、私のツイッターに URL を載せましてなのでこちらです。ツイッターに出演させていただきましたと、写真と URL を、サイトの URL を載せてみたので、ここの、ここですね、 G メロ ST42 このジャケ写みたいなのがドーンって出てるのを押してもらったら見逃し配信として見ることができます。今世界配信されてるやつなんで、ここから、このサイトからしかまだ見れないんですけど、先に世界配信されたやつが見れます。で、国内放送は3月18日今週の土曜日、金曜深夜ですね、2時30分から放送です。なのでまだテレビでは放送してないんですけど、もう先にサイトから見れるので、よかったら見てください。うん、白衣装がぴったり、嘘、でもサラピには絶対白じゃないねって言われたよまあどっちも似合うっしょ、わしってどっちも似合うっしょって感じだけど、なんか白じゃなくないって言われて死ぬ、嘘、まあ白か黒かって言われたら黒なんですけど、黒の方が好きやけど、でも真っ黒でもない、わかんない、まあ、アンピーのとこだから白だったんですけど、それだけ、白が似合うとか白の方がいいとかじゃなくて、アンピーの位置をやらせてもらったので白だったっていうだけなんですけど、どっちが似合うんでしょうね。そうもありがとう。です。ありがとう。初訪問。ルームフォローよろしくお願いします。みなしありさです。ツイッターとかインスタもフォローしてね。
ツイートでリツイートしたありがとう。見逃し URL よろしくお願いします。みんな拡散してね。白でしょ、黒、まあどっちも似合うよねみたいなでも真っ黒だったらやっぱりなんか暗く見えるなっていう印象。可愛いけど、わし的にはねそう、真っ白は真っ黒じゃないですか。だからさ、みんな髪の毛が真っ黒だからさ、黒だったらなんか場所とかによってはステージとかさ、暗い照明とかだったら黒の人はさ見えなくなるなみたいな印象あるよね。だからさ、どっか何、黒白ベースと黒ベースでいいんですけど、どっかなんか白入れたらよかったのにね、なんか黒の人どこ行ったみたいになる時とかありそう。白は目立つけど、そう なりそうだね。ぽい、ありがとうございます。こんばんは。透明感が際立つと思う。本当黒だとよりちょびさんがワンワン言ってる。トゥルルトゥルル。でもほんさ、こっからの季節だったらめっちゃ自分的問題だけど、めっちゃ日焼け止め塗りたくって、マジで焼けないようにしないとさ、夏になってさ、真っ黒になって、例えば自分が真っ黒になってしまって黒の衣装着させてたら、え、どこ行ったみたいになるやん。ミネーシアリサいなくねみたいな服も黒いし髪も黒いし顔も黒いしさ、真っ黒すぎて見えなくねみたいになるからね。ほんと白だったらまあ見えるけど、だから黒くならないようにしないとダメですね。いなくなっちゃうこんばんは。サラピ様は絶対黒じゃないですよサラピ様は白だよ。あ、どうもありがとう。ギフトありがとう。真っ黒黒になって見つけるよ真っ黒黒好き。そしたらもうあれだ、あのもう髪の毛も真っ黒だから、もうお団子にしないと、もうバーン全部あげて、全部あげて、もうポニーテールじゃない、もうここでお団子にして、前髪も上げて、おしゃれヘアにして、ちょっとでもね肌色面積を広げて見えるようにしないとただの真っ黒い子になっちゃう。マジで焼けないぞー、腰は焼けないぞー。日焼け止めの
日焼け止めガチリみたいな顔に塗れる下地とかめっちゃ調べてます。今年新発売みたいなさ、下地とか日焼け止めちゃんと入って絶対焼けないみたいなファンデーションとかコスモとかなんでめっちゃ調べて探して見ておる。ふふふ。フォローしました、ありがとう。ハートありがとう。スリーの日焼け止めになる下地使ってます。女子力高い美男子ですね。ええやん、ええやん、前髪上げるままでお団子ヘア。でもよくやるよ、なんか夏とかはさ、あのズクシュクシュみたいななんて言うんだ、このあの鮮やか緑マンの時もで前髪上げたお団子の日よくやりますよ、春とか夏とかは。そう、あ、まあ年中か、冬とかも首が詰まってるニットとかだったらお団子してた方が可愛いし夏とか暑いから上げときゃなんとかなるみたいなとこもあるし。なんでも髪を伸ばしたのね、伸びた伸び伸びたくん、今はこんぐらい。伸び伸びた。うん、やっぱね、峰吉ありさといえばこの鎖骨ライン、肩ぐらいの長さ、ちょっと短めで外跳ねみたいな感じだったんですけど、やっぱねガキすぎる自己判断ガキすぎるなと思って、ちょっと伸ばしたら大人っぽく見えるんじゃないかみたいな感じで、まあこんぐらいがベストかなと思っております。これ以上伸ばさない、長すぎても、長すぎるのも好きじゃないので。そう、大人化計画、まあちょっとでも初訪問ありがとう。好きギフトありがとう。初訪問ありがとうございます。今の巻き髪は誰がやったんじゃろって、ドストレートやないかどういうことやねん。今日はレッスンだったのでもうストレートだよ。川口春奈さん感そうねとか、上國料萌様とか、川口春奈様はちょっと茶髪茶
髪やけど、ちょっとこの前髪の感じは、ね、真似できるかなみたいな感じ。マジ誰やねんって感じやけど、ほんま誰やねんみたいな感じやけど、黒じゃないから川口春奈様は髪の毛ちょっとまあ再現できないですけど、上國料萌え様は黒なんですよ、推しメン。似てる似てはない。これは雑誌に出た時だからおしゃれヘアしてるけど、ストレート重めの前髪こう全然こう巻いたりしてないみたいなのが似合うっていうのは一番の美少女だと思うんですよ私は。めっちゃ好き。これもね、上國料萌えさんはマリナのおかげでハマったんやけどマリナに教えてもらってハマったんやけど、コウコちゃんも知ってたから朝がハマりだした時期コウコちゃんも知ってたからもうめっちゃ語り合った。え、マジ可愛いよねみたいな、やばいよね、可愛さ半端なくねみたいな、マジ語り合ってた。これとかめっちゃ好きです。もう黒髪前髪ほいストレートみたいな。私がライブを見に行かせていただいた時ももうアレンジなしストレート、黒髪ストレート、前髪もまっすぐっていうシンプル、一番シンプルな髪型で一番可愛かったです。それは何事感じで、もちろんあの顔が可愛いからツインテールとかしても可愛いんですけど、全然全然可愛いけど黒髪ストレート何もアレンジなしっていう状態が一番可愛いってやばくないみたいな、普通に考えてね。そうだからすぐマリナに送っといた黒髪ストレートのもう STU でいう研究生ヘアで一番可愛かったよって言っといたら、それは何事って言ってたそれはやばすぎ、強すぎる。ギフトありがとう。関係者席じゃない、ちゃんとチケットを取って見に行かせていただきました、上野学園ホール。もう思い出ですマジでまたもうすぐ行きたい、ライブすぐ行きたいです。こんばんは。それで刺激をもらいっぱなしだったので、その直後のスタジオ公演はキレキレだったと思います。こんばんは。
マシュマロありがとう。最近の前髪あれさ、かわいい、ほんと。でんででんでででで、これがミニオシスタイル、もうこだわりなし。こだわりなしっていうのがミニオシスタイルかな。そう、あの長すぎたらこうくるってやってガチガチに固めてっていうのができないので、もうガチ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 オイルをチッ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 ってやって完成するぐらいのシンプルな感じがいいかな思います。マシュマロありがとう。ハロプロのやつコンサートは関係者席とかじゃないです、普通に撮っていったのであれやけど、それができたのはベビーメタルさんですね。ベビーメタルさんのコンサートは先生にチケット取ってもらって関係者席で行ったから、そうマスカの会いましたけどね、会って握手して写真撮って泣きました、号泣、嬉しすぎて。研究生は確かに呼び名決まってないよね。研究生呼び名ない。一郎さんギフトありがとう。ギフトありがとう。20歳、スー様が20歳の時の20歳の生誕祭の時、そう、初訪問ありがとう。その時はまだ必要じゃなかったかな、いや、なってた、入ってすぐの時かな。
会で初めてベビーメタル行ってくるって言ってくれた人いたから、またライブどっかにするんやと思って、羨ましい。いいなぁいいなぁ。 OK、 武道館はSTU が立った10日後ぐらい、 STU が武道館コンサートやった10日後ぐらいにあったからすぐ行きましたすぐ同じとこでやるんだってなって、見に行くしかねえだろってなって行きましたけどねファーストテイクね、見ましたよ、もちろん、うん、もちろん見たぜよ、かっこいい、マジでもう感動、女神なんですよ、神様と同レベですよ、すず様は。神様、すず様もうね、神に近い存在だと思う。こんばんは。じゃあもう4分前なのでランキング読みたいと思いますででん、13位オガちゃん、12位とりごとさん、11位ひろたんたん、10位ゆうちろうさん、9位やりんこさん、8位いでじろうさん、7位ぴーちゃん、6位ひげのまささん、5位せいがくん、4位バンジャラさん、3位ひささん、2位そうちゃん、1位はドゥルルン、ぴあいちろうさん、ありがとうございます。 OK、 こんばんは。アリメタル、そう、ね、目標は高く、将来の夢は3人目のベビーメタルの3人目になることツインテールして真っ黒い服着て立ってるかも。夢は高く、3人目新メンバー立ってるかも、踊ってるかもキレキレダンス頑張りたいと思いますアリメタルです。なれるよしゃあ頑張るぞ。パフォーマンスを鍛えておかねば、ね、いつスカウトされるか分かんないですからね。ぜひぜひ3人目にお願いしますって、いつ言われるか分かんないので、はい、ダンスをキレキレに、そう、うんうん、どこにいても一番輝いている存在にこれからもなれるよう頑張っていきたいと思います。ポジションとかね大事ですけど、6周年とかもあるけど、どこにいても輝いているそんな人になりたいと思っています。頑張るぞ。パスポート取ります海外公演あるかもしれないからね、頑張るぞーい。それではまた明日、バイバーイおやすみだし、あ、これ見てください、 J メロツイッター拡散してね。
J メロ歌番組見てね。ありがとうございました。また明日、おやすみんみんゼミ何回も見てね。バイバーイ。ピックラブ。